牛肉マジでうめえこれ。思ったより手長いんだよな。意外とね。意外と手長い。そうなんですよ。自由が利くの。そう。クラッチ組めば。本当だ。クラッチ組める。クラッチ。本当だ。クラッチ。ライジングローブだから。はい。チョークもできない。チョークもできる。パームトゥーパームチョーク。これね。4つクラッチ。4つクラッチ。パームトゥークラッチ。ブロック。ブロック。ストレート。危ないから。ちゃんとガードしとかないとね、キックが来るから。フック。この でかいこの頭蓋骨は多分効かないだろうな、パンチは。マークハンとかってある。すごいな、はい。そんな中でさ、はい、今回のこう、ね、影の立役者にも一つの功績を伝えたいなと。何でしょう。メンバーシップです。おお、メンバー会員さん、そうですね。長らくやってますよね、うちは。メンバーシップがどん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 みんなの中でこう当たり前になっていって、既存の会員さんは、はい、もう新規の人は全然伝わってない中で、はいはいはい、伝えたいんですよ、うん、今回のタイ、はい、T シャツを作るデマチンとか、そうですね、微細なところが、はい、メンバーシップで賄われてるっていう。賄われてる。あ、賄われてる。ちょっとか。登録者もやっぱりちょっとずつ増えてきて、今多分メンバー解散でいる方たちは結構初期の頃から登録している方が多いんじゃないかなと思って、ライブも月に1回一応やってたんで、その都度こうメンバーシップっていうものがありますよって、ちょっと有料会員さん向けのね動画とかも毎週出してる、写真とかね出してたり、あとスタンプ、僕が自転車乗ってる写真とか、なんかラーメンの写真とか、ラーメンのスタンプがあるんですけど、そういうのも使えたりとか、過去のライブアーカイブで見れたりとか、ちょっとねこう普通の人たちでは見れないようなサービスをずっとやっておりまして、自分が選手活動をしていく上では選手活動費用として使ってる部分がやっぱり大きいですね。その月額990円か、決して安くない金額だと思うんで、まあ、その中でタイに行こうかなとかね、若干 Google に惹かれますけど、若干でもそれがファイトさんにこう還元しながら、はい、でもそのファイトさんがそこにこうお金を使ってタイに行ったり練習したり、はい、なんならあの大木さんの選手活動を助けたりとかも今なってますよね。結局じゃあ斉藤さんが一人でタイ行くってなったら、はい、なかなかしんどい中で、うん、こう大木さんがじゃあ仕事休んで行きますよ、うん、って言ってくれた時に、じゃあちょっと旅の資金として、はい、で整理もしながら、うん、連れて行けるのもそう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 メンバーシップっていう、はい、その YouTube の月の収益みたいなのって見えづらいですけど、1ヶ月見た時に結構なパーセンテージいただいてますね、そのメンバー会員さん。他のチャンネルは多分ほぼ広告収益が8割とかじゃないかな、まあ、案件やってるやつもあるだろうけど、我々はこう案件もまあないわけじゃないですか、うん、基本的にはそうですね。で大きく何かがお金が降ってくることもないし、はい、うん、とにかくこうメンバーシップの会員さんに今回のこの 2,3 ヶ月の間の支えの感謝を僕は伝えたいなって、はい、うん、一般動画で伝えたいなと思った。確かにそれはありがたいですよね。特にまあちょっと入れ替わりもねどうしてもあるんですけど、事情によってはただずっと長らく入ってる方、12ヶ月いるとバッジが変わったりとか、はい、コメントの隣に僕のマークがあるんですけど、色とかね、24ヶ月でこのマークになったりとか、だいたいねああいう風にやると、あ、この人って24ヶ月も入ってくれてんだって思ったりはするんですけど、ずっと継続的に、支援というか、まあ本当応援の気持ちだと思います、ああいうのって。なんか、うん、そんなできることもないって思ってるかもしれないですけど、ずっとそうやってこう自分が選手でやってる間、試合ない時もねやってくれてるっていうのは本当にありがたいですよね、はい、感謝の極みというか嬉しいですね。メンバー会員さん同士でのそういうつながりとかもすごい増えてるみたいで、最近みんなで飲みっての嬉しいですよ、ね、うん、嬉しいなと思います。ファン同士でなんかおとんば行ったりとか、うん、わやわやさん行ったりとか、はい、楽しいなと思っていいなって思っちゃいます。ああいうのを見るとね、なんか僕も嬉しくなるっていうか、メンバー会員さん同士でのそういうつながりとか、まあイベントとかでもね結構一緒になってる場合も多いだろうからつながってると思うんですけど、やっぱ嬉しいですよね。やっぱね、一人で試合会場行くのって心細いんですよね、うん、はい、確かにそういう時にちょっと良かったりもするし、大きい会場になればなるほどちょっとねこう尻込みするっていうかね、うん、みんなで行けたらね何にも怖くないんですけど、現場で会えばなんかちょっとホッとするところもある、うん、そうですね。メンバー会員さんに向けて還元じゃないですけど、できていったらいいですよね、これからも。そうなんです、うん、だから去年やったじゃないですか、
キーを使って。ああ、作りましたね。キーホルダー作って。はい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 、はい。今年もなんかやりたいなって。うん。思ってたら、うん、試合が決まって、こう試合の流れになって、はい、で、あっという間に8月になってしまう。うん。あと4ヶ月ぐらいしかないな、1年間。そうなんですよ。意外と早い。ちょっと何かしたいなと思って。うん。還元企画やりますか。面白いじゃないですか。なんかこう、斉田さんが、はい、割ったキーのキーホルダーがそのまま届くのは、はい、メンバーシップ会員さんだけにしか行かないんですよ。自分で割ったやつ。そう。だから今年もなんかそういうの、斉田さんのこうね、今の人生に対して何が行われているかに対して寄せたいなと思って、うん、ちょっとあの提案があるんですよ。はい。斉藤さんがこうラーメンがどうこうみたいな、はい、そこにちょっと噛みたいなと。お店に来てもらう。いや来てもらうっていうか、なんかこのラーメンぐらい食わせてくれみたいな。あ、全然メンバーシップ会員だぞみたいな無料で無料食わせるみたいなことをしたいなと思って、はい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 、ちょっとそれちょっと協力してほしいんですよ。あ、ただけんみたいな、うん、何回ただけんみたいなけど、ああいうただけんっていうか、そのチケットとかみんな大切に取ってくれてるんですよね。嬉しいじゃないですか、ああいうの。そういうのをちょっと作るのどうって思う。ああ、いいと思います、すごく。ただこれは、はい、あの今の計画に関して全く僕は分かってないので、なんか何がどうなるか分かんないですけど、どこまで進んでるかも分かんないしね、実際。そう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 、松島さん作ってくるかな松島さんが作ってんだ、そういう系を。おしゃれな、ああいうね、なんかこの、はい、ラミネートしてね、はい、なんかこうぐるぐるがついたラーメンマークがついた、なんかこうこっちってこうね、反抗するようなやつ、はい、そういうのちょっといいじゃないですか、はい、そういうのなんかメンバーシップ会員さんになってて、はい、条件にあったらもう配って、うん、でみんながラーメン食べに行ける。ああ、いいっすね、まあ、僕の一存で永久無料券みたいなものを多分作れると思うんだよな。すするさんにプレゼントしたいんですよね、それ。はい、なんかいいシステムですね、永久無料券もう行ったらもういくらでも食べてくださ い、 みたいな。スーパーゲストみたいな。スーパーゲスト、なんかやっぱりこう屋台ができると、できることがどんどん増えていくというか、はい、うん、YouTube っていう屋台ができたことによって、メンバーシップっていうシステムができるように、はい、なんかラーメンの何かができたら、うん、それも何かが始まるのかもしれない。こう、つなげるというか、うん、流すというか、人を流すというか。なんかね、人が幸せになる循環が作れるんじゃないかなって思って。はい、うん、大事。これいいっすね、無料券っていうか、なんかこう考えて、食べてもらうために。そうそうそう、はい、それちょっと考えますか。で意外と、うん、新しく YouTube を見つけてくださった方々は、はい、メンバーシップを知らなかったですので。そうなんですよね。ぜひちょっと斉田さんから宣伝をしてほしいんですよ。あ、そうですね、メンバーシップあるんですよ、はい、まあ、今年入っただけでも2万人ぐらい増えてるのかな、多分うちのチャンネルは。もちろんチャンネル内での入れ替わりもあると思うんですけど、一応うちのチャンネルではその月額990円という料金で、有料会員さん向けのコンテンツっていうのを毎週かな、動画も出してるんですよね。メンバー会員さん限定動画みたいな、コメントでの絵文字も使えると。あとあれです、斉藤さんの関係者から大量に僕に向けて送られてくる、はい、写真たちですね。斉藤さんから来てない、うん、関係者から送られてくる斉藤さんの写真をこうメンバーシップに流していくっていう。そうそうそう今回も試合前ずっとその会員さん限定でね、写真を、僕がタイに行ってる様子とか使える写真、僕が SNS で使ってない写真っていうのがずわーってこう定期的に上がっていくとか、なんかそういう楽しみあります。過去の配信ライブも見れるのかな、うん、結構やってますから、ライブ配信とかももう3年ぐらいやってんのかな。そうですね、まあまあ続きましたね。いやもう結構な時間です、うん、過去の動画遡っても丸1ヶ月分ぐらいは楽しめんじゃないかなとか思っちゃいますけどね。3年分ぐらいあるから150本近くあるんじゃないですか、ね、はい、うん、まあ、そうこうしてる間に今の新しい動画もどんどん上がってくるみたいなともあるので、追いつけなくなっちゃうんで、まあ、一番最初の斉藤さんのおすすめミスタードーナツから、はい、あ、そうですね、はい、ありましたね、そんなのあったな。この箸にも棒にもかからないけど、はい、斉藤さんのことちょっと知りたいなみたいな人にとっては得があるみたいな動画をね、たくさん出してますね。俺も忘れてたわ。今や小岩にもミスタードーナツできましたから。あ、そうですね、駅ね。そうです、すごいですよ、もう小岩駅も新しくなっちゃって、ね、まさか小岩にミスタードーナツができるとは思わなかったですか、はい、うん、前あったんですけどね。そう、昔 ね、 あったんですよね。それもう潰れちゃってまた戻ってきたみたいな感じですけど、まあ、いろんな動画を出しているのと、こう有料会員さんに向けたこう発信っていうのも頑張ってるので、まあ、気軽にね、一回入ってもらっていろいろこう経験して、まあ、すぐ出ることもできるので、一回お試しで、入ってみるのもいかがでしょうかと思いますね、はい、これからもその有料会員さん向けにいろいろコンテンツを考えていきたいなと思いますので、今入ってる
会員さんの方たちは今後ともよろしくお願いしますと。ちょっとこうね、はい、年間計画、年間のプレゼント計画がもう動いているので、はい、ちょっと楽しみに待ってもらいたいな。そうですね。これはもう僕なんとかします。うん。なんとかしてこの斉藤さんからラーメン一生無料券を勝ち取っていきたい、はい。これは僕の一存ですから、私とか渡さない人っていうのはやっぱありますよね。いやすするさんにはもうまず第一に渡したいですね。はい、もうすするさんに渡したいみたいな、うん、直接私に来た。